はい、次にですね、私が長いことな悩んどったのはこれですわ。えー、単位の変換ね。えー、2ミ、mm、リ平方が 2×10 のマイナス6乗、えー、平方メーター。それから、えー、2ミ、mm、リ立方がですね、2×10 のマイナス9リューベッートこうなる理由ですな。 これをねどうないかしてそのスッとできんかなと思ってねいろいろね悩んでんですよねそれでまあ機械的にね変換する方法があの分かりましたんでね、えー、ぜひあの一行ねしてみてください。あの分かればねあの他の単位を変えるとかそれからあのいろんなですね計算するときにね あの単位の方から答えが出ると <laughs> 単位を見たらですね掛け算するんか割り算するんかっていうのが分かるようなね、えー、そういうことができますんでねぜひ、あのー、最後まで、えー、見てください、はい、まずはですね、えー、1ミリをー1メータ,ーメーターにね換算する必要があるわけですけどねそれでまずこう慣れたところでね 1,、えー、1メー,ターはですね1 0 0ンチですよね。はい、でこれはどういうことか言ったら1センチメーターが100個あることでしょ、はい。ということは、えー、1センチいうことは1 0ミリですわなそうするとこれ1 0 0 × 1 0ミリいうことになるでしょ。で、えー、これは1 0 0 0ミリになりますわなでこれを指数で書きますとね10の3乗ミリメーターとこうなるわけです。 でこれをね10の3乗をかけ ×1 ミリことでしょ ?1 ミリが1000個あることですからね。で、えー、下の欄いきますとね、えー、1メーターは10の3乗をかけ ×1 ミリですよね。ということで1ミリいうことはですね、この10の3乗をですね、1メーターの下に入れりゃいいわけでしょこかけ算やから割り算に変えりゃいいわけですわ。そうすると1ミリは。 10のの乗分の1メータータとこうなるわけですねでこれはどうなるかやったら10の3乗分の1をあ,のあれですねえあの分子に持ってきたら10のマイナス3乗でしょ。ということは1メー,ターが10のマイナス3乗メーターということまずまずこれは知らない,いかんわけですわこれね。はいそれで次いきます。えー、2ミ、mm、リ平方はですね1ミ、mm、リ平方が2つですね2 × 1ミ、mm、リの 平方ですねでこれは1ミリ平方いうことはどういうことか言ったら1ミリか× 1ミリですわな、はい、そうするとミミリ1ミリとこうなりますそうすると1ミリいうのは上で計算しましたが10のマイナス3乗メーターでしょということは10のマイナス3乗のまあ次乗いうことですわなこれ、はい、そうすると 2×10 のマイナス6乗メーターが2つありますからね平米と。 こういうふうになるわけですね。はい。それから次がですね、2ミリ立方ですね。これはどうなるか言ったら、1ミリ立方が2つあるよということですね。で、1ミリ立方いうことは、1ミリが3つかけたらいいわけでしょ。そうすると、これは、10のマイナス3乗メーターが3つということですよね。いわゆる3乗いうことですわ、これがね。そうすると、これは、2×10 のマイナス9乗と。 単位はメーターが3つかけてますから、えー、平方、あ違うわ、立方ですな。<laughs> すいません、立方メーター。こうなるんですね。まあ、ここにも書いてありますよね。これがね、分かってね、ほんまにね、えー、ランプつきました。これね、えー。いや、単位ってそんなにね、難しいことないんやないことですね。だから冒頭に申し上げましたようにですね、実はその単位がね、書いてあればですね、逆にそこからですね、 えー、数式を導くことができるわけですわかけ算になるか割り算になるかねそういうことでねこれをやりましてあのいわゆる電気のね、えー、計算がねうんと楽になりました是非ですね皆さんも一つね、えー、マスターしてください受信になりましてねひょっとしたらこれで、えー、電源算子の問題がですね、えー、あの解けるようになるかもわからんですよ <laughs> はい ありがとうございました。